ルシアンが捕まった？そんな、何かの間違いだ。ルシアンを助けたいのに、このままじゃあいつに何もできそうにない。俺どうしたらいいんだ。考えれば簡単なことだったじゃねえか。俺を助けた時と一緒なんだ。俺の勘だけどな。あいつが反乱を企てたわけじゃないって証明さえできれば、ルシアンは解放されるはずだ。
俺は自分にできることをやってみる。納得できるまでな。裁判所書記官は公正な文章を残す役割があるんだ。裁判でもすっげー重要な役割だからな。誇りを持って仕事してる。羽の色が変わってもルシアンの歌声は変わらなかった。下手だって笑われてもいい。ルシアンと一緒にみんなで堂々と歌いたい。そうすれば昔みたいにルシアンも。